理算数理工学の授業を始めていきます。十回目の授業になりまして、二回前から理算確率論の話をしているんですけども、今日は乱択データ構造とアルゴリズムという話をしていきます。これ二回やるんですけども、まあ今回は基礎の話をするということになります。で今日の目標ですけども、典型的な乱択アルゴリズムの解析ができるようになると。乱択アルゴリズムというのは何なのかということは今から。 すぐに説明します。で、まあ、二つ典型的な問題があるので、これを紹介するということになります。じゃあ、この今言った乱択アルゴリズムとは何でしょうということですけども、これは、あの、乱数を用いるアルゴリズムと、まあ、あるいは用いても良いアルゴリズムのことを言います。で皆さんよく、その、乱数使うと思うんですけども、本当かな。まあ、使うと思うんですけども、まあ、使ったらそれは乱択アルゴリズムだと。 まあ、あの、別名、この確率的アルゴリズムとか乱数使用アルゴリズムとも呼んだりしますけども、まあ、この授業では乱択アルゴリズムと呼んでいくことにします。で、なぜ乱数を用いるのかと。あの、なんか乱数を用いていいことがあるのかと言われるとですね、実はね、あるんです。<laughs> このあるんですということが非常に重要なんですけども、えっとですね、一つはですね、アルゴリズムを設計しやすくなるということがあります。で、これの話はですね、この授業ではあんまりやらないんですけども、 えっと、そうなんですよね。もうかそもそも、まあいや、えっと、そういうことがあります。で、二つ目。アルゴリズムを解析しやすくなる。これもですね、この授業ではあんまりやらないんですけども、えっと、そういうことがあります。で、三つ目。乱数を使わないとできないことが乱数を使うとできる。これはですね、非常に重要でですね、こういうことがあるんですね。乱数を使わないとできないことが乱数を使うとできるようになるってことがあって、だからそもそもその乱数を使うってことが本質的であるってことがあったりします。で、 今から今日やるのはですね、どちらかというと、どれに近いかというと、どれとも近くないので、ちょっと言いにくいんですけども、まあ、あえて言うと上の二つに近い話ですね。その、アルゴリズムを設計しやすくなったり、アルゴリズムを解析しやすくなるってことがあります。で、その、ような例を見ていくということになります。はい。で、あの、一つ目の例として、全身問題というものになります。 で、これはですね、まあ、あの、いわゆるトイプロブレムですおも、おもちゃのような問題で、あんまりその、なんていうんですかね、現実的な何かの問題解決に使えるかとかっていうふうな、えっ、ー、と、観点で言うと、まあ、これ自身が、あの、その問題解決に役立つということではないんですけども、まあ、いろんなところで使える技法の一番初めの第一歩になるものであったりするので、まあ、ここで、えっ、ー、と、そういうものとしてご紹介するということになります。で、設定があります。 こういう問題です。えっと、頂点集合を1点点点 n とする有効グラフを考えます。有効グラフっていうのは、まあ、この無効グラフのように、こうなんか頂点と辺からなってるんですけども、えっと、この辺に向きがある。まあ、向きがあるもののことを有効辺とかですね。あるいはことか、こという、こういう呼んだりすることがあるんですけども、まあ、ここではもしかしたら、あの、今後、辺と言っていくだけかもしれません。ここでは辺と言ってますね。 はい。で、えっと、大きな数から、数って言うんですかね。大きな数から小さな数へ向かう変が必ず存在する。だから、この1と6ってなったら、6から1にこ必ずこの矢印変があるということですね。そういうことです。なんか消えましたね。このなんか虚像が不審になったらちょっと怖いんですけども。消えましたね。消えたのはあ、い,いえですね。ちょっと待ってくださいね。 何か挙動が不審で怖いんですけども、大丈夫かなはい。で、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、例えばその、えっ、ー、と、9から3とかっていうのも、こうなんかあったりすると。こういう感じですね。ちょっとこれなんか、書いてる矢印が違うので、ちゃんと書くと、これ9から3はこれですかね。<laughs> どれをたどっていかわかんないですけどまあ、こういう感じであるということになります。でそれで、行うこと。 頂点 n から始めて、頂点 n から始めて、この辺を辿ることで頂点1に到達したい。何を言ってるかというとですね。まあ、はじめ、この、我々、この中10っていう頂点います。これ今 n が10の場合ですけども、えっと、頂点の10番っていうところにいるとします。で、えっと、ここからその9個、この矢印、辺が出てるんですけども、まあ、このうち1つを選んで、まあ、次の頂点に行きます。まあ、次どうとかわかんないですが4番に行くと。 で4番に行ったら、ここ、その3つ、あのー矢印、矢印が出てるわけですで。そのうちの1つ選んで、まあ、進むと。で、これ繰り返すと。こういうことです。で、今はですね、10番から始めまして、1個、2個、3個の辺を辿って、1番まで辿り着きましたということになります。で、まあ、その、頂点1に辿り着くことを目標とするんですけども、この辺をいくつ辿れば頂点1に到達できますかってことこういうふうを考えるってことになります。 で、まあ気分としては、この十番っていうところにいるときに、この、その十番という、なんかその、頂点はですね、あのなんか、部屋になんかいると、あの、想像してください。で、そのなんかその部屋の中にですね、こうなんか九個扉がある。一方通行の扉がある。で、えっ、ー、とそのうちの一つを選ぶわけですね。で、選んで、 えっと、その扉を通ってなんか次の部屋に移ると。で、次の部屋に行ったら、んかこの中、まあ、番号が書いてあって、そこ4番だとわかる。まあ、4番だと分かんなくても、その中に、あの、ある部屋に立ち寄いたら、そこにはですね、えっ、ー、と、3つ扉があるということで、あ、自分4番にいるんだとわかると。で、その3つの扉から1つ選んで、どっか進むとで。そういうことを繰り返すと。だから、そのなんか自分がいる部屋に、こうなんか扉がたくさんあるんですけど、いくつかあるんですけども、その1つ1つの扉がですね、どこに通じてるのかはわからない。 けども、まあ、一つ扉を選んで、次の、あの、部屋に進んでいくってことを、ここが続けなくちゃいけないと。で、最終的に、ま、この1というところが出口になっていて、そこまでたどり着きたいと。で、できる限り、その、扉を開ける回数を、ま、小さくしたいんですけども、それがこの辺をいくつ、例えば頂点1に到達できますかってまあこういう聞き方にここではなってるというふうに思ってください。はい。で、そうすると、ま、運が悪いとですね、この10番から始めて、 え運が悪いと、あの、次の扉でこう9番にしか行かなくて、次の扉で8番にしか行かなくて、っていうふうに形で、こう、っとですね、このすべての、えっ、ー、と、部屋をですね、訪れてしまうようなことが、まあ、あり得るわけです。で、そうすると、まあ、最悪の場合、この場合、N が10の場合ですけども、9回、扉を開けなくてはいけないと。つまり、9個の辺を辿ることになってしまうってこともあり得るし、運が良ければ、この10番の部屋にいるときに、この1番にた、あの、行くですね、あの、辺をですね、 こう、辿ることができて、運が良ければ、こう、あの、一回だけ辺を辿ることで一番に辿くことができるかもしれないと。今、まあ、こういうことになっているわけです。で、まあ、こういうのはですね、その、えっと、まあ、普通の考え方になるわけで、これは乱数を使わないアルゴリズムなんですけども、まあ、その辿る辺を任意に選びとかいう、先ほどの例えで言うと、えっと、どれでもいいから、あの、取り出開けなさいと。 で、その扉を開けた先に移動するということを繰り返すっていう、まあ、これ単純なアルです。まあ、これしかないでしょうって感じのアルゴリズムなんですけども、この場合先ほど言った通り、最悪の場合には、このすべての、えっと、部屋、すべての頂点を訪れることになってしまって、選ばれる、ダブル編の数は n-1 になると。 もちろん一番いい場合、最善の場合には1個だけで済むということになるわけです。でですね、皆さんそのアルゴリズムというのを解析するときに、この,の最悪の場合をよく考えるんだってことをえっと言われたことがあるかもしれませんけども、まあその最悪の場合で考えると、N、n-1 っていうのはまあ,あんまり良くないでしょうと。これ全ての頂点を辿ってしまいますからね。お、おあの、踊れて,てしまうのであんまり良くないでしょうという,ふうことになると。だけども、まあこの、このアルゴリズムしか思いつかないでしょうっていう、 気がするわけですね。で、ここでポイントなのはこれ乱数を使わないわけです。このなんか任意に選びっていうのはまあどれを選んでもいいですよってことを言ってるんだけども、ひるがえって言うと、一番悪い選択を常に続けてしまうかもしれないっていうことが起こり得るわけです。で、ここ任意に選ぶんじゃなくて、何かちょっと乱数を使って選ぶとどうなるのかってと考えてみましょうと。で、それをこのたどる辺を一応分布に従って選ぶってことにしましょうと。例えば、この10番という、 頂点にいる、部屋にいるとすると、この9個ですね、えー、っと、扉があるわけです。で、その9個の扉をそれぞれ9分の1の確率で選ぶってことにしましょうと。で、選んだ扉に従ってなんか移動するということをする。で、なんかこれがその一応分布に従ってっていう意味ですだから一応分布に従ってっていうのは、そのなんか出る辺が稽古ある場合は、その稽古の辺をそれぞれ確率 K 分の1で選ぶということを意味するというふうに思ってください。 でそうするとですね、もちろん、最悪の場合には先ほど言った通り、この、すべてのですね、の頂点を、やっぱり、訪れてしまって、一番にたどり着くってことはあり得るわけです。最悪の場合には。だけども、この一応分布に従って選ぶってことをすると、その最悪の場合の、えっ、ー、と、解析とか、最善の場合の解析以外にも、期待値ではどれぐらい、えっ、ー、と、の辺を、 たどることになるでしょうかとか、高確率でどれぐらいの辺をたどることになるでしょうかっていうような、その確率的な解析ができるようになります。で、ちょっとそれをやってみたいということになるわけです。で、そうすると、このすべての焦点をたどってしまうようなことはそんなに起きないでしょうとかってことも、まあ、わかるかもしれないわけです。で、実際起きないんですけども、具体的その、あまり高い確率では起きないんですけども、まあ、そういうことも、今からやるような、えっと、数学的な理論を使うことをわかるということになります。で、 まあ、その、えっ、ー、と、理論的な話、数学的な話はこの後であのやるんですけども、まずはこういうものをですね、考えたら、えっ、ー、と、とりあえずですね、計算機実験、シミュレーションやってみるっていう立場が割と重要です。で、実際やってみた。で、これ乱数を使うことをシミュレーションしてみたと。これどういう図かっていうと、横軸が N です。先ほどの超の点数ですね。超点数。先ほどの例が N、えー、が10の場合だったわけです。で、 今のですね、アルゴリズムも実際に、そのまあシミュレーションですけど、動かしてみて、えっ、ー、と、こ縦軸はいくつの辺をたどりましたかってことを書いていると思ってください。ちょっとこれ N が0のところから始まっているのでちょっとこれよ,くよくなかったですけども、まあ本来は1から始まっていると思ってください。だから、えっ、ー、と、これ、本来は、だからこれ N が0のところじゃなくてこ、これ、えっ、ー、と、1からやってます。で、その1以上の各 N に対して100回実行してます。この、その、えっ、ー、と、先ほどのランタカルゴリズムを100回実行して、各 N に対して、この赤いのがですね、 回転がこれが100個あります。で、その一つ一つの点は、その1回の思考、実行において、何ステップ、何個の辺を辿ったかってことを表しているそれが縦軸と。例えば、なんか N が400の時には、何回かは、これですなんか15回辿っている場合もあるし、何回かは、えっと、2回だけ、2個の辺だけを辿っている場合もあるとそういうことも、こういう形になっていると。はい。で、青で書いてるのは、その100回の実行の、 平均です。ここだから、F300 の時には、ここら辺ですね。ちょっとわかんないですけども、<laughs> になんかこの青い点があるということになります。はい。で、緑の線は何かっていうと、この後で紹介する数学的な解析において、この青い平均がどこに来てほしいのかっていう、来てえっと、来てるべきなのかっていう、その、まあ、数学的なこの期待値を書いてます。で、そうすると、このシミュレーションにおける、このサンプルに、その、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、 なんでしう。思考におけるこの100回実行したものの平均と数学的に求められた期待値っていうのが、まあよく一致しているってことは、まあよくわかるということになります。ですね。で、まあこんな感じなことが、えっと、言えるんですけども、今、今からやるのはこの緑色の線、これがどのようにして導かれたのかってことをご紹介するということになります。で、まあこの形を見てですね、これ何だろうっていうふうに思うんですけども、えっと、こういうのはですね、えっと、まず重要なのはですね、適切な スケールを取ることによって、こういう曲線をですね、直線になるようにしたいと。で、そういうようなスケールを見つけ、見つけると、この増加の仕方っていうのはどういうものになるのかっていうのが分かりやすいってことを、まずやりたいと。でですね、それはなんか、あの、第2回の授業とかでも、えっと、その、あれですね、2回とか3回の授業とかでもなんかやったような気がするので、まあそこら辺の話とも似てるんですけども、この場合はですね、えっと、これ縦はそのままにして、横軸を、えっと、対数軸にして,してみましょう。ちょっとこんな感じになると。 で、これはですね、横軸対数軸なんですね。でそうすると、横軸を対数軸にすると直線になる。横軸を対数軸にすると直線になるってことは、もともとのこの緑色の曲線っていうのは、まあ、対数関数のように振る舞うというような、まあ、予測が立つわけです。ですかね。で、まあ実際にそうなんだってことを今から数学的にやっていくってことになります。ですかね。で、これやっていきましょうということになります。はい。で、えっ、ー、と、実際、 この、あの、単純なアルゴリズムに、この乱択アルゴリズムっていうのは、たどる辺の、えっと、数の期待値は hn、HN-1 になります、ということが言えます。N は1以上だと思ってください。あ、今先ほど2以上ですたね。2以上だと思ってください。2以上だと思ってください。で、えっと、復習ですね。マイ HN-1 って、これはその、あの、調和数っていうのをいくつ、いくつか、いくつかやったんですけども、まあ、N-1 調和数です。1、2分の1、3分の1、点々点,点で、N-1 分の1まで足しますよ、という、こういう、 ものでしたね。これはなんかシグマを使って書くと、まあ、k が1から n-1 までの k 分の1と。こうですね。で、これはですね、えっと、第8回の攻撃かな。えっと、これぐらい、その、まあ、オーダーでいうとログ n ぐらいですよと。自然対数ですよということは言ってますね。はい。ですから、まあ、これによって、このランタカアルゴリズムのがたどる数、辿る辺の数の期待値っていうのが、まあ、オーダーでもログ n だと。いうことがわかると。まあ、オーダーにする必要はあんまりないかもしれませんけども、まあ、この、ログ n プラスオーダー1。 た、ね、だ、から先ほど、そのちょっと前のページに戻りますけども、これですね、この直線のように見える、横軸を対数軸に取ったときの直線、対数関数になっているというのは、ちゃんとあのこの数学から分かるということになりますで。実際に今からこれを、期待値を導きましょうと、期待値が HN-1 になること導きましょうということをやっていきます。でこれはですね、えー、と実際に計算するわけです。 で、その時に、やっぱりですね、この確率変数っていうのを導入するっていうのは重要で、で、これがですね、えっと、まあ、あの、この、理算確率論の話で、えっと、やってることの、えっと、主眼ですね。まあこの確率変数っていうのを導入すると。で、何をするかっていうと、任意の K、まあ、K ってこれ、頂点を表せると思っていいんですけども、この RK って確率変数を定義するんですけども、何かっていうと、これは頂点 K から始めて、頂点1にたどり着くまでにたどる変の数。 これを表すのが RK だとしましょうとですか、ね。で、そうすると、この RK っていうのが何だかっていうのをわかります。まずですね、えっと、えっと、RK の期待値がわかります。で、まず R1 は何かっていうと、えっと、頂点1から始めて頂点1に到達するまでに当たる辺の数なので、えっと、これは何があってもロです。もうすでに頂点1に到達しているわけではない。だから期待値も0です。ですかね。じゃあ、そうじゃない場合、K が2以上の場合、どうなってるか。で、これが、 重要で、ここに書いてあるような式が成り立ちます。K が2乗の時は、ここに書いてあるような式が成り立ちます。で、これをまずちゃんと理解するというのが重要です。で、このような式をちゃんと導けるようにしてほしいと。で、これ何なのかっていうと、ここに書かれているもの、これはですね、これ条件付き期待値です。 で、この手の話はですね、この条件付き対値とかですね、条件付き確率っていうのを使いこなすっていうのは非常に重要なんですけども、えっと、そのためにですね、えっと、ここではどういうことを考えてるかっていうと、えっと、まずだからこの条件があるんですけども、これは何を考えてるかっていうと、この条件によって場合分けをしようと思ってください。で、すべての場合を考えて、その各場合に対して和を取ってやるという形です。で、どういう場合かっていうと、ですね、頂点 k から頂点 i に向かう辺を選ぶ。 今ですね、1に行きたいわけです。えどっかに頂点 K があります。で、頂点 K からは、えー、っと、この矢印がいくつ出てるかっていうと、これは K 引く出てます。K 低い声出てます。で、それぞれはどこに通じてるかっていうと、一番小さな頂点は1、えー、っと、番号が小さな頂点は1、次に小さな番号の頂点は2とかですね。で、えー、っと、どのばですね、K 引く1なわけです。で、それぞれに、こうなんか入っていってると、いうわけですね。で、まあ、その一般的な頂点のことを、こう、I と書きましょうと。で、この、 k から i に向かっていく、えっと、や、辺を選ぶ。ただし、この i っていうのは、1から k-1 までですよ、という形になっていて、この i で、この場合分けをしているというふうに思ってくださいと。で、この k から頂点 i に向かう、こう、選んで、その条件のもとで、この rk という確率変数が、の期待値が段になるでしょうってことを考えると。ですね。だから、ここの、えっと、もともとの rk というものの期待値は、その 点を選ぶ確率かける、その条件のもとでの RK の期待値の和になるということになるわけです。いいですかね。で、これをまずちゃんと分かってもらう。ですか。で、そうしたら、これをじゃ分かったとしましょうと。分かったとしたら、あとは、ここの確率と、ここの、えっ、ー、と、条件付き期待値ですね。これが分かれば、この、えっ、ー、と、RK の期待値分かるということになります。じゃあ、まずこれ。 確率なんですけども、確率は、これは、えっと、この k-1 個出ている辺を、を確率で選ぶわけなので、これは k-1 分の1になります。確率ですね。じゃあ、前の方ですね、えっと、頂点 k から頂点 i に向かう辺を選んだという条件の下で rk の期待値は何でしょうと。rk というのは、頂点 k から始めて頂点1に到達のまでの辺の数なので、ここの条件付き期待値っていうのは、とりあえず、 愛に行くことは、これ確定しているわけです。I に行って、その後、何とたかんだ行って、1にたどり着くという形になっているので、この期待値は、条件付き期待値は、まず、この A から I に向かう一歩、一つの辺を選んでますと。で、一歩進んだら、そこで頂点 I にいますから、その頂点 I から頂点1に到達するまでに辿る辺の数という確率変数を持ってきた、この期待値になるということになります。 いいですかこれ重要ですね。で、そうすると、これ期待値の線形性から、この部分っていうのは1プラス E の RI になります。これ期待値の線形性ですね。ということで、ここの部分また簡単になります。こんな感じですね。これ整理すると、こうですね。今これ1、1っていうのが、えー、っと、じゃあ、1、えっと、これかける K マイナス1い。1かける K マイナス1分の1っていうのが K、K マイナス1個ありますから、それを前に出すと1になります。 で、えっと、あの部分は、えっと、e の ri だけ残して k-1 分の1を前に出しましょうという形になります。で、そうすると、これは、この rk の期待値っていうのが分かったわけではないんですけども、この、えっと、rk の期待値は、この k を小さくした小理字ですね、のところの期待値が分かれば、rk の期待値も分かりますよという形になったということが分かるわけです。つまりこれはですね、全化式なんです。 全化式やられたので、この全化式解けば、この、えっ、ー、と、RK の期待値分かるということになります。でそれ実際見ましょう。この全化式解きたい。だから今こういう全化式になった。RK の期待値っていうのは、K が1だったら0。で、K が2以上だったらこの形をしてますよ。と。だから今ちょっと、例えばこれ、あの、えっ、ー、と、期待値っていう記号が、ちょっと、えっ、ー、と、目が、しょぼしょぼするということだったら、これちょっと、例えばこれ、あの、AK とちょっと置き直したら、 これはどういうふうに書き直せるかっていうと、ak は、えっと、k が1の時には0で、そうじゃなかった1プラス k-1 分の1かける、えっと、i が1から k-1 までの ai と。ki にしこういうことですね。で、こういうことなんで、まあ、これ、ここから、その ak っていうのは実際にどういう形で書けるのかとか考えればよろしいということになります。ここまでいいですかね。で、あとは、これ特、ここから、その、いわゆるその、 erk あるいは ak の一般項を求めましょうっていう、そういう話になってるわけです。で、えっと、ここのですね、k-1 分の1、これちょっといやらしいですね。いやらしいんで、えっと、この、えっと、両辺 k-1 倍しましょう。でそうすると、こうなると。そうすると、この k-1 分の1なくなるんで、ちょっと、まあ、見やすくなる。で、これも、あの、これ見やすくなっただけで、本質は変わってません。本質変わってない。 で、えー、っと、音質変わってないんですけども、今これ、あの、得られた式です。で、何かっていうと、このですね、やっぱりシグマちょっと邪魔なんですよね。で、シグマ消すには、一つずらしたものと差を取るっていうのが、まあ、あの、よくある話だと思います。それやってみましょうと。今、この式が K2 以上で成り立っているので、K3 以上にしたら、この1をですね、一というかその K を K までナス1にした式も成り立つ。ですかこれは K が3以上ですから成り立ちません。そこは注意をしてください。 そうすると、k が3以上のときには、上の式も成り立ってますから、えっと、この上と下の差を取りましょうと。こんな感じ。上から下を行きましょうね。そうすると、えっと、k-1、k-1 ですね。この形になってる。それ以上は k、k-1 ですね。ですね。これちょっと細かいですけども、ちゃんと注意すると。で、k-1、k-2 はこれ1になります。ですかね。で、和の部分はばっさり消えて、この i が k-1 のところだけ残ると,ということになります。 ですねで。そうしたら、じゃあ、えっ、ー、と、左側に rk が変わる部分、右側に rk-1 が変わる部分だけを寄せることにして、こうなったので、まあ、ちょっとこれちょっと k-1 割りましょうかね。両辺ね。k は3乗だからこれできます。こうなりますといいですかね。で、これは、いわゆる二項完全化式ですよね。だから、えっ、ー、と、まあ、簡単にいろんなことがわかるということになります。 従って、k が30の時にこの式になり立ちます。今これはだから、k を k-1 にしたら、k、k-1 分の1が出てくるってことなんだから、2つずらしたら、k、k-2 分の1も出てきますよ、ということになります。で、これどんどん続けていくと、最終的に e の r にまで、えー、と下げられます。これ k が3以上の時になりますから、これ e が、えっ、ー、と、この e、r にでこれ出この点々点,点はこれ止まります。ね、で、e、r にんでしょうと。これは先ほどの全化式から、えっ、ー、と、1だってことがわかります。 ので、これ一代入しましょう。こうなる。で、そうすると、ここは、1プラス2分の1プラス、点点点プラス、k、k-1 分の1なので、これは、hk-1 ですよ、ということになると。ということですね。いいですかいいですかね。で、えっと、今これは、えっと、k が3以上の時に、こうなると言ったんだけども、k が2の時ですね。k が2の時は、まあ、ここで言ってるように、えっと、e の、 R2 っていうのは、あ、そ R2 ってなかった。えっと、R2 は1なんですけども、まあ、これは、えっと、H1 ですよね。H1。H1 プラスなんとかかんとか。なんだけども、この初めの部分しかないと。いうものだから、つまり、これは、えっと、2以上の N に対して、RL の期待値が、HL-1 ですよってことを言ったことになるということになります。ですかね。ということで、証明したかった式が得られたということになるわけです。 よろしいでしょうか、まあ、これ期待値の話ですね。で、実際にこの期待値プロットしたら、こうなると。この緑色の線がこの期待値です。HN 引き値です。ということで、えっ、ー、と、まあ、綺麗に分かったということですね。で、えっ、ー、とですね、まあ、これで、まあ、今日の話、一番前半の話、半分終わりなんですけども、これ何が半分しか終わってないかっていうと、えっ、ー、と、先ほど最悪の場合、 最悪の場合、パドル辺の数っていうのは n-1 個になるっていうふうに言ったわけです。でそうすると、例えばこれ1000、n が1000だったら最悪の場合には999個の辺をたどることになるわけです。で、これ見てみましょうと。で、じゃあこの辺の数、これ縦軸なんですけども、これ辺の数見ると、これ一番多くてもこれ20ですね。 これは別にこの20よりも大きいところを隠してこれ書いていないわけではなくて、本当にこれシミュレーションをやったら、えっと、100回においては一番多くても20にしかなんなかったと。20にしかなんなかったっていう図です。図です。だからこの最悪の場合っていうのはこれ全然起きてないんですね。例えば、これ N が10であっても、えっと、9回起きてません。9回、えっと、実際にその辿っているのが100回中一度も起きていません。 って感じなんですね。で、で特に、その最悪、えっ、ー、と、まあ、n がもっと小さい場合は、ちょっと何回か起きてるように見えますけども、n が大きくなると、そういうことほぼ起きてない。わけですね。だから、n が大きいときには、この最悪の場合なんかはこれ全然起きない。し、えっ、ー、と、最悪じゃなくても、その、パドル編の回数、えっ、ー、と、個数っていうのは、その最悪のものに関して、極めて小さい。ってことが、まあ、このシミュレーションからはわかります。で、そういうことも数学的に言いたい。 ですね。だから今、その期待値は分かったんだけども、その辿り変数の期待値が分かったからとして、アルゴリズムがそれだけの変の数しか辿らないわけではないわけです。だから、それよりも大きい変の数を辿ることもあり得るし、小さい変の数を辿ることもあり得るわけです。だけども、それよりもたくさん、その期待値を大きく超えることはないですよってことが分かる。例えば、マルグフの不等式、これ散々、このまま、えっと、今までやってますけども、えっと、忘れてるので、えっと、いろいろな過程を伸ばして書くと、こういうものでしたと。 こうですね。z が t 以上になる確率は t 分の z の期待値が。で、今、この rn が期待値の2倍以上になる確率っていうのは、まあ、このマルコフの投資を使うと1、2分の1以下になるということがわかるわけです。だから2倍を超える確率っていうのは1 2分の1以下だし4分、4倍を超える確率は1 4分の1以下だし、8倍を超える確率は1 8分の1以下だし、こんな感じになっていくわけです。ですかね。 でえっと、今からやるのはです、ね、この確率ですね、この2倍を超える、1対2の2倍を超える確率というのは、実、え、は、っと、N を大きくしていくと、えっと、0に近づくということを言ってきます。で、そういうことをやるのには、えっと、これも前回、前々回とご紹介している手法なんですけども、チェルノフ上階の技法を使います。だからそれは何だったかっていうと、まあ、こういうような RN とかっていうようなあの確率変数に対して2の RN 上とかですね、そういうものを考えるということでした。 で、それをやりましょうと。だから、RN の代わりに2の RN 上を考えてみると。で、この時に、実は、えっ、ー、と、何が証明するかっていうと、えっ、ー、と、この2の R 形状に対して、2の R 形状の期待値っていうのは、実はこれ、K になります。で、今から証明していきます。で、えー、これ今から証明するんですけども、これが仮に正しいとしましょう。そうすると、何がわかるかと今から言ってきます。そうすると、えっ、ー、と、RN が、 2ログ 2n 以上になる確率。ちょっとここは先ほどの Hn じゃなくてちょっと2ログ 2n にちょっとしてますけども、そのまま計算が楽な,なんで、え、にしてますけども、だからま、これはその、まあ、あの、気分で言うと先ほどの期待値の定数倍だと思ってください。はい。で、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、この Rn の2の方に上げたものと確率としては同じになる。これが今までやってきてることですね。で、この2の2のログ 2n 上これ何でしょうと。 でもなんか何回か出てきてるんですけども、ね、こういうのは。これは、えっと、2のログ 2n 乗の2乗ですね。で、このカッコの中身、これは n ですから、これ n の2乗ということになります。で、これはここですね。n の2乗。で、えっと、じゃあ、えっと、じゃあ、これに対して、えっと、マルコフの不等式を使うと、これが t の部分ですね。分布にきて、分子がこの2の rn 乗の期待値になるということになります。ということなので、 動かしたいんですけども。ということなので、ということなので、えっと、で、今、2の rn 上の期待値、これによると、これ n になります。から2、2の、あ、そう、n の二乗分の n で、これ n 分の一になります。ですね。これ何かっていうと、えっと、これは、だから n を追ってすると、これゼロにいくわけです。つまり、えっと、えっとですね、この、えっと、ま、あ期待値の定数倍、 Rn ですね。Rn が期待値の定数倍を超える確率は n を大きくすると0に収束するということになります。ということになります。で、そういうことで先ほど言いたかったと,言いた,ったと言いたかったと言ったことが言えるということになります。で、今からやるのはこれですね。これを証明したいということになります。で、これやっていきましょうということになりまして、で、これやると。で、そうすると先ほどと同様の手順で、これも全化式を作っていくんですけども、どんな感じかと。同じ形でやるんですね。 えっと、まず、この2の r1 乗の期待値。r1 っていうのは、えっと、これ、あの、必ず0ですから、これ r1 は、あの、必ず0なので、これ2の0乗になります。これ1です。で、r2。r2 って実は、状況を書くと1っていう頂点があって、2という頂点があって、2から1までに、えっと、 この辺を辿っていきますかってことなんだけども、2から2という頂点から出ている辺の数っていうのはこれ必ず1な、1個だけなので、これも、あの、乱数によ、えっと、らず、必ず R2 っていうのはこれ1になります。ということで、2の1乗で、これ2になります。ですね。はい。で、えー、っと、これ K2 以上のときって書いてますね。K2 以上という、まあ、これ K3 以上と思いませんけども、まあ、でも K2 以上でなり出すんで、K2 以上の時ときと、正確に書きます。で、えー、っと、 先ほどと同じように、この2の r 形状の期待値を考えるんですけど、先ほどと,と,と同じ倍分けをします。つまり、頂点 k から頂点 i に変辺を選ぶんだけども、その i が1から k-1 まであるという形で倍分けをすると。で、その確率かける、その条件の下で2の r 形状の期待値を考えましょうということになります。で、そうすると、この確率ですね。この確率と先ほどと同じで、これは k-1 分の一になるわけです。いいですかこれは先ほどと同じですね。 はい。出します。で、そうすると、前の部分が、柔軟なんですけども、これも先ほどと考え方は同じで、k という頂点に今いるんだけども、そこからまず i に行くっていうこの一歩はこれ決まってるわけです。ですね。で、そこからなんだかんだ行って1にまで行くということなんです。だから、この場合、この条件のもとでは rk が1プラス ri に変わります。ですね。だから、2の rk 上は2の1プラス ri 上に変わるわけです。 いいですかで、これを何とかしたいと。で、2の1プラス RI 乗っていうのは、これ2かける2の RI 乗ですから、期待値の線形成から、この2は前に出ますと。ということになります。ですね。そうすると、この輪の中、えっと RI、RI じゃなくて、i に関係ないものが2と、K、K-1 分の1ありますから、これ前に出しましょうと。ということになりますね。という形で、この式得られます。そうすると、またこれは、2の RK 乗の期待値が、2の RI 乗の期待値の和でか、 を使ってかけてます。で、その i は k よりも全部小さいですよということになってるので、これは全化式なわけです。で、これ解きたいです。で、これ解きましょうということになるわけです。これ解きたいぜ、こうなりますと。k が1の時には1で、2の0乗1で、k が2乗の時にはこの形になっているということですね。で、またですね、これその和紙になっているので、まあ一つずらして引くってことやりたいっていうふうに思うわけです。で、それ実際にやります。 で、またその、ま、あ k-1、1分のがちょっとやっぱり邪魔なので、まずこれ、あの、両辺 k-1 倍しましょうね。そうするとこれが出てきます。ですかね。で、これの、えっと、k を一つずらして k-2 にした式にも成り立つんだけども、その時には k は3以上じゃないといけないと。ですね。これちゃんとこの追っていくのは重要です。どの範囲の k で成り立つのかってことをちゃんと追っていってください。で、そうすると、上から下を引くと、k が3以上の時にはこの式が成り立ちますってことがわかります。ですね。左辺。 の部分と右辺の部分は輪がたくさん消えて2の rk-1 乗の部分だけは残るとよくなりますで。そうすると、この2の rk 乗の期待値と2の rk-1 乗の期待値の部分に分かれてますから、2の rk 乗の部分だけを左に残すとこういう形になると。ですね。ただこれは k を k-1 にえっと変えるとなんか k、k-1 分の k っていうのがなんか係数として出てきますよっていう、こういう形のなんか二交換の人化式になってるわけです。 ですかね。ってことは、今えっと言った通りの K を K マイナス1にすると K、K マイナス1分の K が出てきますよっていうふうに言ってるんだけども、だその K マイナス1を K マイナス2にすれば、今度 K、K マイナス2分の K マイナス1が出てきますという形になります。で、この K の部分は2まで落とせるですね、これ K が3以上のところになりちますから、でこんな形になってると。で、先ほど、この部分ですね、これ今、これえっと2の1乗で2ですよっていうのを、すでに計算しました。 そうするとこれはなんか、これは、なんか、k-1 がこれ、相殺する。k 1も相殺する。で、2も相殺する。3も相殺する。ってことで、この k だけは残ることが分かって、結論は k です。ということになって、証明が終わる。ということになるわけです。よろしいですかということで、あの、証明したかったこの2の rk 上の2待1 これ今、K が3以上の時ですけどね、にはこれで正しいってことが分かった。で、実際、えっと、K が2の時とか、K が1の時にも成り立つってことが言えた、言えてるので、これは、えっと、どんな K でも正しいということになります。いいでしょうか。はい。じゃあですね、全身問題に関するまとめ。乱数を使わないアルゴリズムだと最悪の場合には N-1 個、たどる辺の数があるわけです。で、乱数を使ってですね、この出ていく辺から、 一つを一応分布に従って選ぶってことをすると、最悪の場合、例えば変の数が L-1 なんてことはこれ変わらないんですけども、期待値を見ると、それは、えっ、ー、と、HL-1、つまり、まあ、ログ N ぐらいになってまして、高確率でオーダーログ N である。つまり、その N を現代に大きくしていくと、ログ N の定数倍よりも大きくなる確率は0に近づく。ってことになりますと。 で、その最悪の場合が起きることはほぼないということになります。で、まあそういうことを、えっと、さして、この乱数を使うことで問題を高速に解けたというふうにみなしましょうということになります。だからその乱数を使わないとですね、えっと、まあその最悪の場合しかちょっとその、とか最善の場合とかしかですね、えっと、なんだろうな。 考えることができないんですけども、乱数を使うことによって、この期待値であるとか、高い確率でどうなのかとかっていうことが、まずそも,そもそも議論できるようになるってことが重要で、で実際にこの場合には、そういう、えー、と期待値とか、方角率でどうなのかってことも、で、ちゃんと数学的に導けると。で、それはシミュレーションの結果とよく一致するということにもなっているということになります。よろしいでしょうか。まあ、これがですね、その乱卓アルゴリズムの、まあ、はめの,あのご紹介で、まあ、こういうことが、まずあるんだなってことを、あの、 理解していただくということになります。はい。で、まあ、この全身問題は割とそのまああのおもちゃのような、えっ、ー、と、例であるということにはなるんですけども、まあ、そのいろんなエッセンスをですね、あの、理解するためにはいいかなと思うので、ここで、えー、と例題として出してます。えっ、ー、と、演習問題にもです、ね、同じような問題があ、設定の問題があるので、ぜひ、あの、取り組んでみてください。 ではですね、えっ、ー、と、後半はですね、このランタククイックソートっていう、もう少しですね、よく出てくるランタクアルゴリズムをご紹介します。で、これはソートの話です。で、ソート皆さんよく、あの、なぜか知ってるというか、勉強ソートがあるというものなので、それをやりたいと。で、ソーディング何だったかと。まあ、こういうものだと。えっ、ー、と、入力としては異なる N 個の数からなる配列を考えます。今回はこの異なることにします。 異ならない話もあるんですけども、異ならない話になると、いろんな話がですね、ややこしくなるので、異なるノーだとします。a h から a n が異なる数値だとします。で、これを並び替えるのが、このソーティングとか整列問題と呼ばれている問題の、えっと、要求で、並び替えると。A' と並び替えたものを書いています。で、これは、これもその、もともとのですね、a h から a n を並び替えたらこになるんだけども、それはその、小さい順に並び替えると。期待になるほど小さいと。数字が小さいほど,のほど小さいと。 例えば、83517924というような配列があったら、さい順に12345789と並び替えなさいというのが、このソーティングという問題です。で、これは、アルゴリズムとかをですね、学んだり、考えたりするときに基本的な問題でよく出てきて、まあ、これ自身のですね、研究をするかってことも、まあ、あるんですけども、まあ、皆さんにとっては、まあ、ここで、このソーティングに関して学んだ方法論をいろんなところに適用するっていう、そういう、まあ、 えっと、題材として、このソーティングとかっていうのを使うことが多いかなっていうふうに思います。で、ここでもまあそういう立場になってくるということになります。はい。で、えっ、ー、と、やりたいのはですね、このクイックソートと呼ばれるアルゴリズムです。で、クイックソートはどういうものなのかってことの、えっ、ー、と、全体像は後でお見せするんですけども、ここでまず実行例を先にお見せします。今このような配列が、えっ、ー、と、入力として与えられたこれはだから先ほどの言うと、これは A ですね。えっと、こういう配列が与えられてとします。で、クイックソートは何をするかっていうと、この中から一つ、まず要素を選びます。 まあ何でもいいです。まあ、この前、あの、先頭の要素を選ぶことにしてますけど、まあ、先頭の要素を選びます。で、選ばれた要素のことをですね、ピボットと言います。ピボット。ピボット。ですね。で、えー、っとですね、何をするかっていうと、この配列をですね、3つの部分に分けます。で、1つ何かっていうと、ピボットそれ自身っていう1つの部分。で、あと2つは、えー、っと、1つ目がですね、このピボットよりも小さな数値を持つ配列。 ちゃんと言いますね。このす、この配列の残,残りの、えー、と要素の中で、ピボットよりも小さいものだけを全部集めて、配列を作ります。で、もう一つは、このピボットよりも大きいものをこの残りから集めて配列を作るということをします。これは今ピボットですね。これピボットだけがなる部分。で、小さい部分っていうのは124。大きい部分が8793。これが私になるというふうになります。で、何するかっていうと、この、 大きい、小さい部分、大きい部分っていうのを再起的に、このクイックソートというアルゴリズムでソートします。だから、今、再起的って言ってるんで、この1、一2、4のとこ着目した1、2、4から一つ要素を選んで、ピボットを落とします。一を選びます。そうしたら、1よりも小さいものと大きいものに分けるんだけど、この場合はもう小さいものありません。だから、ここの部分はそれ、えっ、ー、と、空配列になります。で、大きく2、4になると。で、小さな方の、えっ、ー、と、再起動出しはここで終わり。 ですで大きい方だけ、さっき呼び出しするんですけども、まあ、2を例えば、えー、とピロットとして選びましょうと。で、2とそれよりも小さいもの、大きいものに分けると。で、そうすると2がピロットで、小さい方なくて、4が大きい方だけになるということになります。で、4っていうのは、この,あの2よりも大きい方の配列っていうのは、4っていう1つの要素しか持たない配列なので、これはもうすでにこれ相当できてますっていうふうに見なすと。 でそうすると何かっていうと、124って配列が124という順番にこの相当できたということがわかります。なんでかっていうと、2というピボットよりも1は小さくて、で、この部分はもう相当できている。2よりも大きいものは4だけで、その部分も今相当できている。だから124の順に並べれば、これは小さい方から大きい順に並んでますということがわかるということになります。で、次じゃ大きい方、これを、えっ、ー、と、再起的に相当しましょうと。じゃまずピボットを選びます。8ですね。 で、えっ、ー、と、8よりも小さいものと大きいものに分けます。8よりも小さいのが7。で、大きいのが1913。で、小さい方はもう7だけだから、相当済み。相当終わりましたと。さっき言うたし、ストップです。で、大きい方は1913と3つ要素があって、この中から1つピボント選びます。10度を選びましょうと。で、そうしたら、えっ、ー、と、10よりも小さいものと大きいものに分けましょうと。そうすると、小さい方は9で、大きい方は13。で、えっ、ー、と、その小さい方も大きい方も要素を1つしか持ってませんから、こちらも全て相当済みになったと。 ということで、この場合、この7、8、9、13っていう並び方が、この大きいはですね、8、10、7、9、13の、えっと、相当結果になると。で、全体として、1、2、4、5、7、8、9、10、13っていうものを順番に並べると、このもともとの配列を相当した結果になりますよということになって、これが、まあ、この場合は A' になる。いうことですね。いいですかね。これがクイック相当の動きです。はい。 だから、ピボットを選んで、小さいもの、大きいものに分けて、小さい方の相当、大きい方の相当を、再帰的に行って、その順番につなげるということです。あ、こういうことですね。これは、だからクイック相当では、再帰によってソーティングを行うアルゴリズムの一つで、次のようにやりますと。A から様子を一つ選択して、その様子をピボットと呼びます。で、A を三つの部分に分割しますと。で、ピボットはピボット。で、A1 と言ったら、これはピボットよりも小さい方だと言う,ふうにしましょう。A2 と言ったら、ピボットよりも大きい方だとしましょうと。と で、A1 と A2 を再帰的に整列します。このクイックソートというアルゴリズムを読んで、再帰的に成立、えっと、えっと、整列します。えっと、要素数が2以上の場合に再帰的に呼び出すと思ってください。で、それぞれの結果を A1 プライム、A2 プライムとしたら、A1 プライムと P と A2 プライムをこの順に連結して出力すると。でそうすると、先ほどのように、正しいソート結果が得られるということになります。で、いろんなことをですね、実はこのクイックソートにおいては、 えっと、決める必要があって、いろんなところにこれ認定があるんですね。このピボットをどうやって選ぶのかとか、どのように分割するのかですね。いろんなことによって、この細かな実装が変わってきます。で、今日の話ではこの、あまりこの細かな実装の、えー、っと、ことを、あまり立ち入らないようにしたいんですけども、このピボットの選択法だけはちょっと重要なところなので、ここはちょっとこだわりたいというふうに思います。 で、ピボットの選択法は、実はですね、いろんな方法があって、いろんな方法を使うことによってですね、実際その理論的な計算量が変わってくるってことになったりするんですけども、ここではこの3つを紹介します。先ほどの例のように、配列の先頭の要素を必ずピボットとするという選択法とかですね、配列の先頭の3要素の中央値をピボットとするっていう話もあったりとかですね、まあ、いろいろあるんですけども、 で、えっと、最後、これは実はこれ乱択なんですけども、配列の中のランダムな要素をピボットとする。ですね。だから、さっきみたいになんか1、5、8とかっていう風に、なんか配列の中にあったら、それぞれの要素がピボットとして選ばれる確率がこ、あの、3分の1だと。一応分布に従うようにしたい、する,るんですけども、そういう風にしましょうという風にこうに思ってるわけですね。で、そういうランダこういうふうに考えましょうということになります。 今入られたようなこの配列の中のランダムの要素をピボットとするように、ピボットを選んだらどうなりますかっていう話です。で、まあ、適当な疑似コードなんですけども、こういうふうにしました。先ほどですね、要素数が1になったら止めるっていうふうに言ったんですけど、ここでは要素数0になったりしてますね。からちょっと先ほど言っていたことと、ちょっとここで書いてる話が食い違ってるんので、あんまりよろしくありませんが、えっ、ー、と、0になったら何もしないと。もう、あの、そこには要素がないから何もしないと。 ですね。はい。で、えー、っと、要素数が1以上あったら、1つその A っていう配列から、えー、っと、ユニフォームやっとランダムだから、えー、っと、一応分分に従って P という要素を選んで、これをピボット落とします。何するかっていうと、まず A から P を取り除きます。ね、で、取り除いた A から、P を取り除いた A から、えー、っと、1つずつ要素を持ってきて、E が P より小さかったら E、E が P より小さかったら E を A1 に加えます。 でそうじゃなかったら E を A2 に加えるってことをします。だから A1 はその P よりも小さい要素の配列。A2 は E よりも大きい要素の配列になってると。で、それを行うごとにこの G という文字を画面に一つ出力するっていうふうにします。この比較一回ごとにこの画面に G っていう文字を出力していると思ってください。いいですかね。いいですかね。 で、何をリターンするかというと、このクイックソートっていうのを A1、AH、に対して再起呼び出ししたものと、P と A2 に対してクイックソートという、えっ、ー、と、アルゴリズムを再起呼び出した結果を、もうこれプラス、これ、これは文字列えっ、ー、と、配列の連結ですね。これは配列の連結。だと思ってください。連結っていうのはこの順につなげると。という形でリターンすると。 いうふうにしましょうということです。いいですかね。ということで、えー、っと、これで、えー、っと、正しく動くはずということになります。で、まあ、これ適当なゲージコードなんですけども、まあの、ちゃんと動くの欲しいっていう方は、これ、Ruby で書いていて、まあ、Ruby がいいかどうかはちょっと別なんですけども、まあ、Ruby の場合は a.sample ってやると、a という配列から一つの要素を、あの、ランダムに選んで、選んでくれます。はい。で、a から p を取り除いて、まあ、ちょっと a1 と a2 っていうちょっと新しい、えー、っと、 配列をちょっと用意する必要がありますけども、まあそれで、えっと、P が E1 したかったら A1 に E を追加して、そうじゃなかったら A2 に E を追加するという形で書、まあ、けますという形になります。で、再起呼び出しをして、つなげて返すということになります。はい。で、やりたいのは、この G という文字が何個、この再起呼び出しで、再起呼び出しをアルゴリズムで出力されるでしょう。つまり、この比較の回数、これを数えたいと。 えっと、相当のアルゴリズムにおいて比較の回数を数えるとか、比較の回数で計算量を、あの、算定するっていうのはよく行われる方法なんですけども、そこをここでもやってみましょうということになります。 だから、今は、その評価尺度として、この比較回数を使ってやりましょうっていうふうに言ったんですけども、ソーティングアルゴリズムにおいては、その評価尺度としては別に比較回数じゃなくても、だから要素を移動した回数とか、その入力配列以外にどれぐらい変数を使うのかとかっていう領域とかですね、そういうものも評価尺度として考えることが多いんですけども、今回は比較回数に着目します。これはですね、強調しておきます。相当、ソーティングアルゴリズムにおいて、理論的な評価尺度になるのは比較回数だけではありません。 ので、えっと、他のものも、紹介作動になり得るんですけども、今日は比較回数に注目してありますで。先ほどの書き方だと、この出力された G の個数のことになりますですで。そうすると、今、この A っていうその配列を入力したときに、何回この比較を行いますかとか、何個この G という文字が画面に出力されますかってことを見たいんですけども、えっと、ピボットの選び方に、えっと、 その、えっ、ー、と、確率が入ってるので、その比較回数っていうのは、その使用される乱数によって変わるわけです。今この xA と書いたら、その入力 A に対して、何択クイックソートが行う比較回数、つまり出力された G の個数を表すことにしたいんだけどこれは確率変数なわけです。いいですかまずこれは確率変数であるってことをちゃんと理解するってことがまず重要で、この確率変数を、と、解析したいということになります。 ただこれはですね、えっと、この乱数にも依存するんだけども、入力にも依存します。で、これがですね、ややこしい。例えば、なんかその、長さが 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5, 長さが7の、要素数が7の入力、配列っていうのは、たくさんあるわけです。たくさんあるわけです。だから、ややこしいんですね。 入力の特性によってですね、この XA も変わる可能性あるわけです。なんからその、なんだろう、その、一つの、この長さを一つに決めたとしても、この A っていうのは一つに決まんないわけです。でそれがまた、このややこしさを生み出している原因になっています。なので、えっ、ー、と、ちょっとこの、それぞれの入力 A に対して解析するっていうのを諦めて、あ、諦める前に、諦めるんですけども、えっ、ー、と、えっ、ー、と、すいません、その前に、まず、えっ、ー、と、 シミュレーションしましたって話をします。シミュレーションしましたって話です。で、ここでは、各 n に対してあ、n っていうのは今、えっ、ー、と、配列の要素数です。で、今考えてる入力は n、n、n-1.0.1。つまりその、えっ、ー、と、並んでるのと全く逆。例えばだから n が9だったら、これは9、8、7、6、5、4、3、2、1っていう配列です。で、そういう配列に対して、ピボットを、 ランスを使って選ぶ形でランタククイックソートっていうのを、えっと、実行したと思ってください。で、横軸は N です。横軸 N。で、N は、えっと、これ1から100からまでやってますと。で、各 N に対して5050 50回実行する。なんで5050 50にしたかわからないけど、5050 <laughs> 50回実行しました。でそうすると、それ例え N が50の時には、これ1回1回ですね。ここに、この、 点があるんですけども、これ一回一回の点が、その何回その比較をしましたかってこう、縦軸に書かれている値を取っているということになります。で、それらの平均がこの濃い赤です。濃い赤がその平均になってます。はい。ですね。で、よく見ると、この中青い線があるんですけども、これが後で計算する数学的な期待値です。数学的な期待値なんですけども、何を計算してるのかってこと後でちゃんと言います。 それだけ期待値を計算するんですけども、何を期待値として計算するかと言います。ということで、まあ、この青い線とこの赤い、濃い赤い点は割とうまく対応してるかなっていう気はするんですけども、まあこういう形になっていると。で、そうすると、例えばこれ N が100の場合ですね。N が100の場合、まあその比較回数が多くても1000もいかないって感じになっていることが分かったりします。ちなみに100の2乗は1万ぐらいですね。1万ぐらい。 だから、えっ、ー、と、皆さんそのなんかバブルソートとかですね、そういうものをご存知かもしれませんけども、バブルソートとかの場合には、えっ、ー、と、まあ、最悪の場合にですね、2分の n かける n-1 回の比較を行うんですけども、それはだいたいそのまあ5000ぐらいなんです。ただまあ5000に比べて1000は、あ、何言ってるか分かんないですね。n が100の時にバブルソートが行う比較回数がだいたい5000ぐらいになると思われるんですけども、まあ、それに比べてこの乱択ク,クイックソートは、まあ、多くても1000もいかない。 ま、この5,050 50回の実行においてはですね、って形になっていると。で、まあ、平均的にはこれぐらい。平均的には600と700の間ぐらいなっていて、まあ、すごく少ないですね、ということになるということですね。はい。で、N が100の時だけを取り出し,り出しました。何を言ってるかというと、N が100のと,ところのこの、この部分ですね。この部分の頻度分布を、えっと、書いてみましたと。どういうことかっていうと、 えっと、横軸が先ほどの縦軸です。この比較回数です。で、この縦軸は何なのかっていうと、その各比較回数が5,050 50回中何回現れたかってことを書いてます。例えば50、5,050回中700回比較を行ったのは20回ぐらいですねとか、こんな感じです。そういうふうに読んでください。で、これなんかギザギザしてるんだけども、まあなんかこういうなんか一山の分布のような感じの えっと、格好を、えっ、ー、と、対極的にはしているということがわかります。で、この太い赤線は、濃い、うん、濃い赤線は、これは、この頻度の、頻度じゃなくて、えっ、ー、と、この比較回数の、えっ、ー、と、重み付き平均値です。このフリーケンえっ、ー、と、このえっ、ー、と頻度を重みにとった平均値です。だから、えっ、ー、と、これが、だから先ほどの、この赤い点ですね。対応していると。でそうすると、だいたいこれが、まあ、六百五十ぐらいかなということもわかると,ということですね。 で、えっ、ー、と、今こういうのをその、まあ、あの、実験、シミュレーションにおいて観察したんですけども、これをその数学的にやっていきたいというのが今からの話です。はい。で、先ほど言った通り、XA っていう確率変数を使うんだけども、XA っていう、その A というその配列というのは、一つその配列の要素数を決めてもたくさんあって理解しづらいので、 その配列の要素数、まあ、これは入力サイズって言ってますけども、この配列の要素数を N としたときの最悪時比較、期待比較回数っていうのを考えることにします。それを XN とします。何を言ってるか、これは、これ XN、これは、えっと、数学で言いかくとこれです。これ何かっていうと、この EXA、XA の期待値の最大値ですと言ってます。で、どの範囲で最大値を取ってるかっていうと、A の要素数が L のところ。 A の要素数、配列の要素数、配列 A の要素数が N であるような入力を全部考えて、それに対して、今のランダック,クイックソートを動かした時の XS を比較化した期待値の最大値を取りましょうというふうに言います。これは何かっいうと、期待値が一番大きくなるような要素数 L の入力だけを考えましょうというふうに言ってると思ってください。で、これは期待値の マックス、期待値はまず実数なんですけど期待値の実数、えっ、ー、と、マックスなので、これは、これ自身は実数です。XN 自身は。ですから、だからこれは何かいう、これ確率変数じゃない。XN は確率変数じゃないということがまず重要ですねで。今から示したのは何かっていうと、この,の XN っていうのが小さいっていうことを言いたい。で、具体的には XN がオーダー N ログ N になるっていうことを今から言ってきます。で、そのためにこの XN が満たす全化式を導出するっていうことをやってきます。これが今からやっています。 いいですかね、この xn がこう定義されてるってことがまず重要で、これを解析していきますで,で、先ほどの青い線っていうのはこの xn です。この xn がどういうふうに、えっと、動くのかっていうと、それもまたちょっと嘘なんですけども、まあ、えっと、後でちゃんとその青いのは何なのかってことを言います。うん、はい。で、まず x0 は0です。要素数0に対しては比較を行わないので、えっと、0です。じゃあ n が1以上のとき。今ですね、この、 えっと、えっ、ー、とだ、だから、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、n は1乗なんですけども、だから要素数が n の入力を考えます。で、そのような入力の中で、この xn を与えるようなものがあります。つまり、xn イコール xa の期待値となるような、えっ、ー、と、要素数 n の入力を考えます。ですかねで。それもそれもちろんあるわけです。 あその、えっと、A に対して必ず X、EXA と XA の期待値がらまるので、その EXA の一番大きいところを取ってきていますということです。で、そのような最大値を与える A を考えます。ね。でそうすると、どうなるか。えっとですね。今ですね。えっと、ま、例えば倍イオキをします。えっと、XA っていうのは、その A を入力したときにダック,クイックソートが行う、 比較回数の、比較回数なんですけども、それは何をピボットとして選んだかによって変わってきます。で、その何をピボットに,に選んだかによって倍分きをしましょうと。で、AI プライムをピボットとして選んだということを条件にします。で、AI プライムは何だかというと、これは A の中で I 番目に小さい要素を表すとします。で、今、えーと、A というのは N 個要素を持ってますから、I は1から N まで動くという形で倍焼けをすると。AI プライムをピボットとして選んだときに、 その確率と、それを条件としたときの XA の期待値は何でしょうということを考えるということになります。で、確率なんですけども、すべての要素は同確率でピボットに選ばれるので、この AI プライムがピボットとして選ばれる確率は N 分の1です。であとはこの条件付き期待値を知りたいと。で、これはですね、難しいんですね。<laughs> これ難しい。で、まあ、今、後ろの部分は N 分の1になって分かりました。 で、この前の部分はどうなのかっていうと、だから今 A っていう解決があるんですけども、なんか AI プライムっていうのが選ばれてこれ、これピボットになりますで、そうすると A が分かれて、小さな部分と大きな部分なんですけども、それぞれこれ何個要素があるでしょうかってことで、それを分かります、要素数は。要素数は、えっと AI プライムよりも小さいのは、AI プライムは I 番目に小さい要素ですから、ここには I マイナス1個、左には I マイナス1個要素があって、右には n-i プラス1かな知らないでこれプラスしないですね。これですね。これ足すと、n がそうですね。こうあります。n-i、i, I 個ありますと。だから、a1 には、えっと、i-1 個。a2 には n-i 個あるという形になっているわけです。ですかこれが次のページですね。こうですね。 えっと、ai のところに i-1 個あって、a2 には n-1 個あるという形になります。いいですかね。えっと、前のページの図をコピーしたいんですけども、これですね。これコピーする。コピーするのが早いか、書き直すのが早いかわかんないんですけども、これコピーしましょう。コピーする方法。で、あ、できるかなすみません。コピーできるかなできないですね。ちょっとすみません。コピーする方法がわかんないって言ってるんで、 あここにコピーされましたね。これが困っちゃったんですね。そうか。じゃあ、それを置いといて。じゃあ、ここに書きます。<laughs> ここら辺がね、ちょっとまだこのツールの使い方が分かってない。はい、いけないんですけども、ここは A1 で、A2 で、A1 には i-1 個、で、A2 には n 1個あるという形になっているわけです。ねで、今、 何考えたかっていうと、これ、XN 考えるときには、この期待値が一番大きい、くなるような入力 A を考えているんですけども、今、A1 とか A2 っていうのを見るときに、これは、要素数が i-1 の配列の中で、この期待値を一番大きくするものであるとは限らないわけです。だけども、期待値を一番大きくするような入力と比べて、A1 に対する比較回数の期待値っていうのは、その、えっと、i1、 ここの、要素要素を持つ、えっと、配列で最悪なもの、一番期待値を大きくするものに比べて、このような不等式が必ず成り立つわけです。いいですね。これはだから X I、XI1 のこ Xi マイナスの定義からわかります。XI1 マイナスの定義、これ何だったかっていうと、MAXE、XA、ちょっと同じ A で使っちゃうあんまりよろしくないかもしれないです。ちょっと B にしようかね。XB で。 b で、えっと、b の要素数が i-1 と。いうことですね。だから、この最大値を取るような b と xa1 の期待値を比べたら、この最大値の方が大きくなる可能性があるけども、伝わることはないわけです。ですね。だから、この不等式やられます。で、同じように xa2 の期待値も xn-i 以下になります。ですかね。ということを考えると、ここの部分ですね。ここの部分が、えっと、それを使って書き直せます。でどうか書き直せるかっていうと、上から、 上から、上からですね。この部分ですね。この部分は上からこれに書き換えられます。上からっていうのはこの双方ですね。この辺が書き換えられます。何を言ってるかっていうと、今、AI プライムがピボットとして選ばれたと。AI プライムがピボットとして選ばれたと言ったら、この AI プライムと他の要素はすべてまず比較する必要があります。で比較して A1 の方とか A2 の方に振り分けられる。 A1 の方と A2 の方に振り分けられるということになるわけです。で、そこで N1 回まず比較が行われます。で、振り分けた後で A1 に対する再起呼び出しと A2 に対する再起呼び出しが行われるんですけども、そこでは A1 の方では高々かか XI-1 回、A2 の方では高々かか XN-I 回の比較が期待値の意味で行われるということになります。いいですか。ということで、この式が出てくるということになります。いいですかね。ということで、 これでも式はおしまいで、これ整理するとこうなると。えっと、どうなってるかっていうと、n-1 分、あ、n 分の n-1 が n 個あるので、それが n-1 として出てきてます。ですね。で、後ろの部分、後ろの部分は、I、i-1 が、えっと、i が1から n まで動くので、そこでは、xi として、えっと、i が0から n-1 まで動いたものが出てくると思ってよろしいということになります。 で、xn-1 の i も1から n まで動くんですけども、これは x i の0から n-1 まで動くのが逆順に動いているというふうに思うわけです。つまり、ここの和っていうのは2 x i になります。ですか。で、n 分の1が n として出てくるという形で、この式が成り立つということになります。 ですね。で、そうすると、xn が何かしらの式で上から押さえられているって形になっているんですけども、この何かしらの部分に出てくる xi っていうのの、数字は全部 n よりも小さいわけです。ですか。だからこれで、不等式の意味で全化式が作れたということになります。で、それがこれですね。x0 は0で、n が1以上のときには、この不等式が得られたと。得られたと。こういうことになります。ですかね。で、 まあここから xn が何とか以下ですよっていう式を導きたいと思ってます。で、それを導こうと思ったら、これをですね、この不等号はやっぱりやらしいんで、この不等号を統合に変えたような全化式考えましょう。これですね。今これその x じゃなくて t と書いてます。t0 は0で、x0 と同じように0で、tn はこの上の式の不等号を統合に変えたものだと思ってください。 で、それに従って、この tn っていうのはこれ決まるというふうにしましょうと。ですよね。ここも tn に変わってます。ですから。で、そうしたら実は、これ演習問題なんですけども、えっと、2の0以上の n に対して、xn は tn 以下となるってことが言えます。まず、これは重要です。重要です。こうに置き換えたら、こういうふうなことが言えると。つまり、今その xn が上から何から抑えられますよってことを言いたいんですけども、そのためにはこの tn が分かれば十分ですよと。 tn はすべてこう統合でこう書かれているものなので、この tn の一般項を求めるのは何かできそうな気がする。気がする。で、それができれば、x ッの紹介わかりますよということになりますので、それをやっていきましょうということになります。で、ここからはちょっとテクニカルになって、まあ、ここまでも十分テクニカルなんだけども、えっと、あ,あとは、これを、この全化式を解くという話になって、まあ、これが、もう解けますよっていう人は、ここからも見る必要ないかもしれません、この動画。 ちょっと、どこまで飛んでもらえ、その方まで飛んでもらっていいかもしれませんけども、まあ、今からこの解き方やっていきます。ということになります。はい。で、やるんですけども、これじゃあ N が1以上のところでなりつ式ですで。先ほどと同じように、前半の話、前半なると同じように、N 分のっていのはこ嫌なんで、ちょっとこれを消したいんですけども、まあ、この和を消したいわけですね。でえっ、ー、と、先に和を消す方で、っ言いますかね。和を消します。だから、えっ、ー、と、それ以上ずらします。で、えっ、ー、と、これはちょっと、えー、と N が0以上でなりたつ式だから N を、 n プラス1に変えるっていう形でやってるんですけども、そうするとこういう意識が得られますと。ですかね。で、えっ、ー、と、引きましょうと。いうことをするんだけども、で、ここで n 倍すると。上の式を n 倍します。で、下の式は n プラス1倍しましょうという形になって、こういう意識が得られてると。で、これで引く、下から上を引くと、ここら辺の輪がざっと消えるということになります。下から上を引くと、n が1以上っていうのが共通の範囲なので、n が1以上の時にこの式が得られると。 どういうことかっていうと、下引く上ですね。左辺ですね。で、えっと、右辺の方は、まずこの和の部分は 2tn だけ残ります。で、下から上引いてるんですけども、えっと、この、この部分ですね。nn プ n ラス1マイナス n マイナス 1n っていうのは、これ n で括くると、n プラス1マイナス n マイナス1ですね。ここですね。だからこれ n かける2と。ということになって 2n が出てくると。ということになります。 で、いいですね。こういう形になりましたと。で、そうすると、これは、tn プラス1と tn に関する式になってますから、まあ、いわゆる二項完全化式の形になって、なんか溶けそうな気がしてくるということですね。今、この式書きましたと。はい。で、えっと、これは n が1以上のものになりってるんですけども、なってるんですけども、えっと、これを、えっと、もう少し整理しましょうと。 で、えっ、ー、と、これ、両辺をちょっとこれで割りましょう。ちょっと見通しがいいんで、ちょっとこれで割ってみると。で、そうすると、ま、あこんな形の式になると。ですね。この部分分、2が消えて、ピロ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 動いてるのも嫌ですけども。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、この n プラス1と n プラス2もこれ、うまくこれ消,消えてるんですね。で、何がいいかっていうと、実はこれが、この部分ですね。今これ、えっと2分、分 2t、ちゃんと言いますね。2n プラス1分の tn。 の n を n プラス1に変えると、この左辺のこの式が出てきてるわけです。つまり、なんか、これをですね、この、この辺のか、ちょっと色が、この、なんかピク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 、動くのも嫌なんですけども。そっかな。見えてるかな。えっ、ー、とですね、この部分を今 sn とかっておくと、 左の部分ですね。これをですね、s は左、左これ sn プラス1なんですね。ってことで、非常に見やすくなる。そうしましょうと。sn、今言ったこと、そうですね。ことを置くと、この上の式は、こうなりますと。で、今、この n プラス1、n プラス2分の n っていう部分、ちょっと、ここであの、あれしてます。あの、あれしてます、ね、部分分数分解してます。<laughs> あれしてますかですね。部分分数分解してます。部分,分数分解しました。 で、ちなみに、ま、こういうふうに置き換えると、S0 何になるかっていうと、これは、えっと、分母が2で、分子 T0 なんだけども、えっと、T0 先ほど0と置いてましたから、これ0になります、ね。で、ちなみにちょっと後で使うので、S1 も計算してるんですけども、S1 は、なんか、何とか分の T1 なんですけども、T1 っていうのは、これは、えっと、式、えっと、を考えると、これ0になるということがわかります。あるいは、あの、あれですね。まあ、そうですね。えっと、全化式に言うと、これ T1 は0だってわかるので、これも0になります。ということで、 この、なんか S に関する全化式が得られたという形になります。出ませんね、なんか。突然出なくなったんですけども。これは出なくていいのかなこれじゃあ出なくていいんで。じゃあ、じあ解きましょうと。今この式が出てきてます。N が2乗の時に。えっ、ー、と、これさっき、先ほどの式は N が1以上の時の式になってたんですけども、それの N を一つずらして、N が 2以上の倍の式にしてます。ですね。で、今ここで、ね、だから sn と sn-1 があるんだから sn を sn-1 に変えると、この前の部分に出てくるというふうに思ってほしいわけです。だから、それを sn-1 SN を sn-2 に変えると、この部分に出てくると。n プラス1を n にして、n を n-1 にしたら、こういうのが出てくるというふうになります。で、これどんどんこれ続けていくわけです。で続けていくと、これ n が2以上のところでやってますから、最終的に s1 まで出てきますと。 で、こんな感じになってるということですね。で、SE さっき何だったかって、これゼロだというふうに言いましたね。これさっきこれゼロですと。ということになったので,で、あとはじゃあこれ、ここに書かれてるものをちょっと整理したいんですけども、この整理がややこしくって、ちょっと大変なんですけど、順番にやっていくと、ここの部分ですね。えっと、マイナス N 分の1、プラス N 分の2ってなんで、ここの部分をちゃんと足すと、これ N 分の1になります。 はい。ってことは、ここと、ここですね。見えてません、ね。ここも、これ足すと、プラス n-1 分の1になります。で、ここと、見えないのここですね。ここも足すと、これ3分の1になります。ですね。ですかね。ってことは、えっと、まあ、この後ろのマイナス2分の1はちょっと残るんですけども、で、これ、前の部分、これを、えっと、わざわざ n プラス1分の1プラス n プラス1分の1と書くことにすると、ここら辺もですね、点点点。 足し算。ここら辺の部分。これは非常に先ほどもですね、えっと、調和数に似てるんですよね。調和数で書けたら、調,調和数で書けたらこ、これ、hn プラス1マイナス2分の1マイナス1になりますね。何だったかっていうと、この調和数は、えっと、k が1から n プラス1までの k 分の1のだったと。だその k 分の1の和がこれ3分の1からしか始まってないから、全部足すと、2分の1と1を引けばよろしいということになります。ですね。 ということで、この部分は、こう書き直せると。こう書き直せると。いいですかね。で、まあ、ここら辺整理しましょうと。そうするとこれ、マイナス2分の1、マイナス1、マイナス2分の1。これマイナス2ですね。これマイナス2。で、まあまあ、これはそのまんま。ってことで、これ最終的にこうなると。ちょっとま、この項の順番入れ替えてますけども、こうなりますと。で、これ SN です。で、まあ、N が20のときこうなるんですけども、実は N が1のときにこれ成り立つと。 ということになりまして、N が1の時になり立つかなちょっと今なんか不安に思ってたので、まずじゃあ N が2以上の時にはこうなると。ということがここまで,で、ね、言えましたと。で、SL な何だったかってことを思い出す。で、今、えー、っと、従ってって言ってますけども、先ほどのページでちゃんと言わなかったんですけど N が0の時と1の時にもこれが成り立つことを確認すると、これが N が2、e、以上の時になり立つということが言えます。ちょっとれやんないけど、言えます。 でそうすると、sn は何だったかっていうと、先ほどの式、えっと、sn は tn を 2n プラス1で割ったものだったので、tn は sn に2かける n プラス1でかけたもの。だから、ここにかけますと。2かける n プラス1を。そうすると、chn プラス1のところは 2n プラス1が出てきて、n プラス1分の1のところは2が出てきて、後ろの部分、マイナス 4n プラス1が出てきます。ということで、tn が分かりましたと。イコールでですね。イコールで分かりましたというとことになります。 で,すかで、先ほど言った通り、tn は xn の上階ですから、これによって xn がこれ以下ですよ、ということが言えるということになりました。だから、これが xn を上から押さえる上階になりますと。で、これ、オーダーで言うと、オーダー n ログ n です。なんでかっていうと、h n プラス1のオーダーがログ n でしたね。で、それに n かかってますから、オーダー n ログ n なると。 ですね。ということで、ま、ちゃんとい書いてますね。えっと、HN プラス1は、これで上から押さえられるってことを第8回目の演習問題でやってますので、まあ、これはスライドにも書いてありますけども、えっと、ありますので、こういう形で得られて、これはオーダーログ N、N ログ N ですと、ということになると。ということになります。よろしいですかね。ということで、この、えっと、クイックソート、期待値の意味で、あんまり大きくならないと。 比較解説ですね。大きならないうと分かりましたと。ここまで分かったこと。えっと、XA の期待値っていうのは、えっと、必ずこれ以下になると。で、オーダーも、だからこれオーダーで言うとエヌのンですよ、ということですね。はい。で、えっと、まあ、ああの、先ほど前進問題の時と同じように、えっと、バルコフの 方式適用するとこの期待値の2倍を超える確率はどれぐらいになるでしょうということも、えー、と見積もることができて、それはまあ2分の1以下になると。だからその期待値を大きく超えることもあんまりないでしょうということがわかるんですけども、まあ、このただ単に普通に適用すると、マルコフの不等式ですね。普通にマルコフの不等式を適用すると、2分の1っていうそのぐらいしか言えないんだけども、えっ、ー、と、これをあのチェルノフ上階の記法を使って、あの、もう少し正確に えっと、考えると、ここの確率はですね、n を大きくしたときに0に行くような式にできます。ただですね、ちょっとそれをここでやるのは大変なので、まあそういう事実だけをお,お伝えするんですけども、えっと、まあ、他にもアイデアが必要だったりするので、ちょっとここではやんないんですけども、えっと、まあそういう事実は同じような技法で導出できるということになります。で、まあそう思ってもう一度図を見ると。 図が出ないですか出ますかねちょっと時間かかるかもしれませんけども、ちょっと図を見る。これだってね、この図が重いんですよね。5050 50回になってしまった方に。表示されてください。<laughs> 表示されてください。表示されてほしいんですけども、表示されません。あ、表示されましたね。表示されました。え、こんな形です。で、この青い線っていうのは先ほどのこの tn ですね。この tn を書いています。tn を書いています。はい。で、まあ、tn とこの場合の,この赤いのがよく一致しているということになりますね。ということになります。 はい。ということで、まあ、その理論的な状況と、これ、シミュレーションもよく一致しているということになって、あ,あの、なんだろうな、これ数学的にですね、数式を導くっていうのも重要なんですけども、こういうふうにちゃんとシミュレーションとかとですね、合うかどうかを確認すると、実際にこの手で計算したものが正しいかどうかってことの確認にもなるので、こういうのはですね、皆さん、あの、ぜひ、あの、自分で何かを試すときには、両方ともやるようにするっていうのは重要かなっていうふうに思います。はい。では、今日のまとめをします。 典型的なランタクアルゴリズムの解析ができるようになるということで、はじめには、なんか、あの、おもちゃのような問題でしたけども、全身問題っていうものを扱いしました、扱いました。で、後半、ランタククイックソードこれも、そしたら実用的というか、よくあるような話。で、えっ、ー、と、特に、えっ、ー、と、比較の回数が期待値で、オーダー N5N になるということをご紹介したということになります。次回、もう少し、えっ、ー、と、進んだ話というか、まあ、あの、ランタク、 アルゴリズム、データ構造の話、2回目、えーと、発展版をやっていこうと思います。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。